どうも、六六首のエンタメラブへようこそ。六六首のペチとケメロジとチョナヤキことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか？ハモネプの練習終わりに買うカップジュースを注文しました。青春青春なんだろうな。というわけで、アンノーン第7話直前考察。覚悟してよ、よよずかちゃん。あ、です、今日は。よよずか、もうね、コメントの大半がよよずか怪しいぞになってきてます。なるほどね。そうかい、そうかい。そうなんです。僕らはね、割と鏡がね、はい、一番怪しいんじゃないかということで動画を進めておりますが、もちろん鏡も多いけども、まあその次にもはや鏡を上回るペースで、よよずかも怪しまれてると。でね、コメントもね、結構ね、見応えたっぷりのね、本当にありがたいコメントが多い。みんなすごい推理してくれてたね。そうで、その中で僕がお気に入りだったのはですね、よよずかはニュースキャスターの闇原伊織みたいな清楚な人が好きなのに相川七瀬のポスターを貼ってるのはおかしい。いやいやいや、のタイプ考察はいいね。それだったかコメント。あとはね、抜群なのに相川七瀬のポスター貼ってるのはおかしい。そんな相川七瀬に注目してんの？そう、こういうコメントもね、面白くて。面白いですね。まあそれだけ難しいのかなって感じはする。そういうとこをもうつっついていかないと分かんねえぞっていう状況ではあるのかなっていう感じですけども、まあ現在のねコメントを見ていく限り、今の考察状況としては、まあ世々塚と僕らがね6話でも犯人の方と歌っているね鏡、そしてまあもう一つね、水面下で常に言われてるのはやっぱりトラちゃん狼男説。もう割とこの3つかなっていう感じがしてきてるね。なんかまあそうか、まあ3人のこのタレントパワーといいますか、まあそこだよな、よく出てる感じで言うと、そうだね。なのでその中で唯一僕らが触れることが少ないよよ塚っていうのを、まあ確かに皆様のコメントとともにですね、再考察していきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。ということで、よよ塚スペシャルとしてやっていきますが、まずはですね、物語全体の話としてこのコメントを読んでいきたいと思います。 TBKY さん、今回の心が冤罪であるなら、一家惨殺事件の時も父親が気絶させられてて罪をなすりつけられた可能性はあると思いました。真犯人はある程度の年齢である必要があります。鏡よりよよさんの方が可能性が高いです、ということで、これはですね、まあ僕らも最大の難関ポイントとして挙げている宗像一家殺人と現代の連続殺人事件のつながりはあるのか、そしてもっと言うと犯人が同じ可能性すらあるのか、そうだね、ここがまあ一番のポイントにはなってきそうなんだよね。まあ本当ですね。でこの方はね、同一犯という考えで、そうなると年齢的に世々塚の方が怪しいよという考察ですね。まあ確かにですね、今回の心と20年前の一条の状況に関しては似てるよね。状況に関して、事後の感じで、ね、そう、ざっくり言うと ね、ただ最大の違うポイントとしては、状況は似てるけどそれぞれ殺害方法が全く違うと。ナイフで刺されて、まあ、惨殺された宗像一家と吸血鬼のように刺された一条っていう、もうそこが全然違うからね。そうね、凶器も、そうね、そう、凶器もアイスピックとナイフっていうね、違いがたくさんあるので、まあこれを同一犯っていうのは結構難しくはあるよね。それこそ宗像一家の時も、頸部に刺し傷がありましたっていうワードは欲しいのよ。そしたらそうだね、ただもう結構体に至る所に刺し傷があったような印象だから、まあそこはどうなんだろうね、昔の事件だから犯行内容が変わったっていうのもあるけど、まあね、別で考えたいんだな。そうなんですよ。まあこのようにですね、やっぱり現時点でこの2つをつなげることはかなり難解で、もはやつながってない可能性もあるし、まあ犯人は別って可能性もかなりあるので、まあここからはまあよよ塚を疑いつつ、ちょっと個別で考えていこうじゃないかということでやっていきたいと思います。まずは宗像一家殺人関連の鋭いコメントを読んでいきたいと思います。ケサランパサランさん、20年前の事件は虎松が犯人ではないと思います。一条と虎松は真犯人にはめられたんだと思います。20年前の真犯人はよよ塚、宗像さんの奥さんは元妻だった。二人の間に何らかのトラブルがあって話し合いをするのに、よよ塚は宗像家を訪れていた。そこで口論となり、元妻を殺害、止めに入った夫や子供たちを殺めてしまった。そこに遊ぶ約束をしていた虎松が来てしまった。虎松はその悲惨な光景を見てショックで気絶してしまう。気絶している虎松によよ塚が包丁を持たせて逃走。そこへ家族ぐるみで仲が良かった一条が到着。事件当日は日曜日、室内に食事はあったのでご飯を食べる約束をしており、もともと来訪する予定だった。気絶している虎松が包丁を持っており、虎松がやってしまったと勘違いをした。
そこで自分に血をつけて包丁を持ち、自分がやったように見せかけた。虎松を守るために。目を覚ました虎松は一条が殺害したと思い込んでしまった。という展開。なるほど。これね、まぁ、あ、ちょっとね、わかんなかった人はもう一回読んでほしいんだけども、まぁ、あ、世々塚が宗像一家を殺害してるならば、このぐらいのトリックというか、いろんな勘違いが起きないと厳しいんだよね。まあそうだね。まあちょっと2点3点しないと。そう、そういうこと。うん。うん。虎松は父一条の仕業と思っていて、一条は息子虎松の仕業と思っている。うん。ただ裏に隠れていた真犯人世々塚。そう。展開じゃないと、かなり厳しいんだよね。うん、まあただこのコメントでなるほどと思ったとこはやっぱり動機的な部分、うんうん、やっぱり罰語という設定を生かしてね、確かに宗像の奥さんがヨヨの元妻、うん、でそれを引き金に殺害、そこに虎松が来て気絶してっていう流れになっていくわけなんだけども、やっぱり虎松の記憶が全然違うじゃないとやっぱり厳しい部分あるけども、うん、そうだね、そこなんだよ ね、うん、そうだね、まあ、うん、でもなんかショックでちょっとその詳細が曖昧になってるとか、そうだね、本当は違ったのにそう思い込んでるとかはあるかもしれない、ね、かもしんないよね。なんか一条が虎松が気絶してるのを見て一回家に返したとかね。あ、そこまでやる。あ、なるほど。それぐらいないとやっぱりないとね、世々塚犯人説はそれぐらいないとダメかもね。いや厳しいよね。はい、ということで、まあ、このぐらいね、大胆に考察してってもいいのかなって感じはしますね、うん、はい、で次はですね、まあ、結婚式での一条殺害含む連続殺人事件の考察をしていきたいんだけども、まあ、その前にちょっと世々塚の全体的な怪しい行動をちょっと振り返っていきたいなと思います、うん、KIE さん、昔の事件については一条ではなくヨヨさんかも。ヨヨさんが現場に来た虎松を尾行していたこと、気づかれた際になぜか逃げる展開と、何かあれば俺に真っ先に言えよっていう言葉にちょっと引っかかってます。心配だからとしても交番勤務の一警察官が容疑者の息子を息子のように家に招いたり常に近くにいるのはなぜかなと、ということで、うんうん、まあ6話に関してはここがかなりみんな気になったっぽいですね、うんうん、まゆさんとかも同じようなことを言ってますし、うん、まあ結構こういうコメントは多かったかな、うん、まあ、確かにね、虎松がヨヨ塚に一条が生きてると伝えた時に、世々塚はもし何かあったら真っ先に俺を呼べと言ってたのが、まあシンプルに考えたら一番最初に俺を頼れよって聞こえるけども、うん、まあ、余計なこと言うかもしれないから俺を呼べよとも取れるし、うん、虎松と一条の接触を防ごうとしたのかなとも取れなくはない、うん、そうね、うん、そうなんですね、まあ、怪しいポイントって言ったらポイントなんだけどもね、そうだね、まあ、これがだからミスリードなのかというか、我々考察班に対するこの餌というかね、そうだね、まあ考えしろをこう提供してくれた可能性もあるんだけども、いやまさにそうですね、うん、まあ、これはどっちか切り捨てないといけないよね、うん、そう、怪しく見るのか、うん、優しく見るのかっていうか、うん、だからそれに関しては鏡も同じことが言えるもんね、あ、まあね、こう考察しろをさ鏡に残してくれて、うんうん、それを怪しいと取るかどうかっていうね、はいはいはい、とこをね、俺らは鏡の方が怪しいと取ってる現状っていう感じですかね、そうだね、うん、やっぱ世々塚がさあそこで逃げるのは意味わかんなくない、いや意味はわかんない、俺もね、どっちかつそっちの方が6話気になったかな、うんうん、そうだよね、うん、まあなんか心配させたくないとか、うん、かけながら見守りたかったっていう彼なりのね、うん、ポリシーがあったかもしれないけども、うん、まあ一見そうは見えるんだけどね、うんうん、まあ何か気づかないように見張りに来たみたいなね、まあそっちの怪しい風に撮ることもできるよという感じですね、でこのまま今までの回で主に挙げられる世々塚の怪しい行動言動もちょっと触れていきたいんですけども、基本的に4話が多かったかなと思っていて、まあ4話でね、虎松の突然の来訪に異常に動揺する世々というね、あった、正直あっちの方が怪しい、うん、うん、なんか異常にもう入ってくんなまで言ってたし、まあ、5分くれとも言ってたし、うん、で僕がね地味に気になったのはこの後にトラマツが入ってった時にタオル多くねって言ってんだよね、トラマツが、あ、はい、うん、でたくさん使うんだよっていう、まあ、流してもうふわっと終わったんだけども、うん、まあ、これもあえて怪しく言うならば、うん、まあ、やっぱ殺人とかで何かタオルを多く使うから、うん、タオルをかなり持っといたとか、うん、まあそういう、まあ、ちょっと無理はあるよ正直、うん、まあでもあとお肉が多いっていうのはね、そう出た出た、そうだから誰かいるんじゃないか、そう、まあね、お肉が多いっていうシーンがねこの後に出るんだけども、うん、まあそれもヨヨが買ってきたものだから、うん、まあいつもお肉の量が多いっていうことはもう一人いるんじゃないか、はい、それは一条なんじゃないか、うん、はいはい、っていうのが結構今騒がれてるっていう感じですよね、うん、あとタオルに関してはさ、なんか下手したらアドリブの可能性もあると思うね、まあ、ね、全然あると思うよ、このドラマめちゃくちゃ多いじゃん、うん、アドリブ、そうだから本当にそれが目に入ったからポロッと言ったと思う、全然あると思うんだよね、ぐらい何気ない一言だと思う、そう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 、だから それが伏線ってなっちゃうともう結構むずすぎるなとは思うけどね、うん、
で、まあ、ちょっと戻るけども、その肉の量が多いとか、まあ、5分待たせたのとかを見ると、まあ一条かくまってる可能性もねやっぱりあるとは思うんだけども、もしかくまってるのが真実だとすると、まあ宗像一家惨殺事件の犯人が世々塚っていうよりは、虎松が狼男であり真犯人っていうことを一条も世々も知ってるから、罪をかぶった一条を秘密裏にかくまってるみたいな、うん、いう方向にはなりそうだよね。そうね。でみんなそのトラちゃんがそれを思い出さないような動きをしてるみたいな感じかな。どっちかというとそっちになっていくのかなっていう感じがするね。かくまってるんだとしたら。そうだね。虎松にバレないように一条と世々塚がサポートというか、うんうんうん、って感じかな。そうだね。だから一条も別にあってはいいと思うけど、一条からしたら息子に会っちゃうとその殺人犯と息子は思ってるから。うん、なんか心配しちゃうというか、なんか今の生活が崩れちゃうと思って身を隠して、うんうんうん、そうそうそうって感じか。うん、だからまあ一条がさ、やっぱ何度も言ってるけど、沈黙の理由ってやっぱ息子のため以外あんまり考えられないんだよね。そうだね。これが真犯人が他にいるってことを一条も知ってんだとしたら、うん、それをトラちゃんに伝えることが一番トラちゃんは安心するから、うんうん、そうだね、そうだよね。それが言えないっていうことは、確かに、うん、自分がやってる、もしくは虎松がやってることを知ってるから、うん、っていう感じはしちゃうんだよな、 やっぱりな、まあ、どちらかにはなるよね。なるよね。はい、ということでいろいろ話しましたけどもね、まあ伏線とも思える行動言動が鏡と世々塚は多いかなと、ね、感じはするかな。はい、で最後はですね、結婚式での一条殺害含む連続殺人事件の話をしていきたいと思います。皆さん、心がなぜドレス姿であの場所に向かったのかが気になります。心の表情的に心をあの場所に呼んだのはトラちゃんかなと思いますが、トラちゃんはいなくてそこには真犯人がいたことになりますよね。真犯人がトラちゃんの携帯で心にメッセージを送ってあそこに呼んだとしたら、結婚式の時って携帯を控室に置きっぱなしにすることが多いと思うので可能だと思いました。そしてその控室に入室できるのは新郎新婦とその親しかいません。トラちゃんの携帯から真犯人が心を呼び出したと仮定すると、トラちゃんの控室に入室できるのは世々塚だけです。録画中でも控室でお話ししていましたし、ということで、うんうん、確かにですね、心はね携帯で誰かに呼び出されて広場みたいなところに向かったんだけども、そこで待つ表情は結構安心しきってる顔をしてたんだよ、うんうんうん、だしメールを見たところももちろん待ってる時も何の疑問も持ってないような顔はしてたね、うんうんうん、うん、となるとこの方が言ってるようにトラちゃんからの連絡だったっていう感じはするかな。まあそうか、うん、その次回予告の中でもさ、犯人はトラちゃんだと思いますみたいなこともあったから、はいはいはい、はい、そこが繋がる可能性は多いんやろ ね、確かにメール来たから疑ってるって、うんうん、そうかな、うん、で本当に誰か分かんない間に気絶しちゃって、うん、本当にトラちゃんがやったと思ってる、そうだね、っていう可能性もなくはないか。うん、なんか劇中ではこう心が振り返ったこう犯人の顔を見て気絶したとも見れるけど、ギリなんか際どかったよね、まあね、際どかった、うん、確かにもう、うん、ギリギリ見えるか見えんかぐらいで真っ暗になったから、うん、で吸血鬼の視野次第だよね。そこまで吸血鬼の視野が広いのか。確かにね。どちらにせよ犯人多分そのまま顔出してはいかないんじゃない。まあそうか、まあ、そもそもな、そもそも結局な、うん、まあという感じなので、なるほど、戻るとトラちゃんの携帯を動かせそうなのは、まあ、親族ということでね、世々塚は控室にいたのでね、うん、まあ、携帯をいじることは容易だし、逆に言うと世々塚しか無理な可能性はあるのかな。まあそうね、うん、だしね、受付をしなかったっていうところもあるし、まあなんか警備に回るとか言ってたのも、まあある意味身動きを取りやすくするためみたいな。そうだね、うん、だってあんな事前準備とかさ、めちゃくちゃ親身になってるから誰よりも動いてたのに、そうそうそう、あそこはやんないんだみたいな、ね、そうなんだよね、とこもあるしね、うん、まあ怪しもうと思えばこういうとこが怪しめるよっていう感じではありますね、うん、ということでですね、やっぱりね、動機がとにかく難しいんですよ、うん、特に現在の連続殺人の方の犯人が世々塚だった場合の動機、うん、さっきのさ、宗像の方は、うん、まあ、元妻とか、うんうんうん、何か動機があってっていうのは考える方法はあるんだけども、うんうんうん、この吸血鬼殺人、連続殺人の方を世々塚がやってるっていう動機を考えるのがすごく難しいんです。そうだね、なるほどね、うん、でコメントも正直一つもないんですわ、そこは、うん、なので無理やりですけども、ちょっと僕なりに世々塚が連続殺人の方の犯人だった場合の大まかな流れっていうのをちょっと最後に読みたいと思います、うん、ものすごく無理があるので、うん、いやいや、もちろんもちろん、それはしょうがない、お願いしますね、はいはいはい、まず宗像一家殺人事件の犯人はやはり狼男の虎松で、うん、うん、それを一条が息子のために自分の仕業として隠蔽したよと、うん、で世々塚もそれを一条から聞いて協力する形になったと、はい、で世々塚は虎松を親代わりに懸命に育てていく中で狼男の対になる吸血鬼という存在を知り、吸血鬼狩りとして連続殺人事件を起こしていく、う
そして心一家が吸血鬼だとも気づき、結婚式で一家を殺害しようとしたけども、まあ、一条の邪魔が入り心の仕業と見せかけたみたいな、うんうん、もうかなり無理やりだけども、うん、なんかその虎松が狼男と知って芽生えた動機というか、うん、なんかねそれ以外やっぱね、うん、ないんだよなマジで、うん、塚が本当にヤバいやつとかではなくてみたいなね、うんうん、ヤバいやつだったらもう理由なんてなく、まあそうだよね、うんうん、吸血鬼みたいに殺す方向に変えたとかで、はいはいはい、全然いけちゃうんだけども、うん、まあ何か多分理由はあるじゃない、うん、そうね、ってなると狼男って知って、でも虎松への愛があるから、うん、愛ゆえの反抗みたいな、まあ、ね、まあそうだね、ストーリー性には合ってる、合ってるね、まあだいぶねメルヘンチックというか、うん、まあそっちにはなっちゃうけども、まあ正直ね動機に吸血鬼っていうワードはねおそらく入ってくるから、入ってくるだろうね、うん、だからね入れるしかないというか、うん、まあこれを醍醐味としてね、うん、ちょっと大胆に考察していくしかない感じはする、まあね、うん、まあ、ね、代々塚だと居酒屋にもいたし、うん、あの祭りが死んだ時ね、うん、まあそういったところもあるからね、そうだね、うん、消してるというか、確かに、だし今の俺のだとやっぱ祭りとかも吸血鬼になっちゃうし、まあそうだね、祭りが吸血鬼でしたとかなるならね、まあね、いろいろまた変わってくるんだけども、うん、まあ、レン君が吸血鬼のレン君が惚れてるから祭り、そうなんです、ね、それをなんか悲しませたいからとか、まあ無理やりだけどね、ああそういうこと か、そうそうそう考えられるけどね、ああ難しいです、いや難しい ね、 しい、 ね、いやでもコメント拝見しましたけど、はい、すごい皆さん、うん、いろんな角度からね考察してくれて本当すごかったと思いますね、すごい、うん、考えるのやめたくなるというか、いやちょっと、ね、難しいね、諦めたくない、言葉にするの難しいね、難しい、難しい、いや本当にそうで、うん、まあ、あとはタイミングというかこの考察のタイミング的にもやっぱ6話っていうあたりが、うん、まあ一旦謎を全部ばらまいて、うん、こっから回収ですよっていうポイントなんで、ね、はいはいはい、まあ一番難しい時期ですよ今、そうね、うん、まあ、あと3しかないから、そう、まあだからね逆に言うと自由にね大胆に考察していって、うん、まあこの吸血鬼っていうのを醍醐味として考察していくと楽しめる気はしますね、いや楽しいですよ、はい、うん、という感じで今後ともよろしくお願いいたします、というわけで今週もですねリアルタイム放送やりますし、直後考察ももちろんあげますのでね、僕たちと一緒に楽しんでいただければと思います、というわけで以上六六ミッション、ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなって思ってくれた方は登録ボタンお願いいたします、ということで最後にケメロジェ、はい、ヨヨズカが犯人だった場合吸血鬼を憎むしょうもない理由は何？全員顔がいいから、おお、まあ確かいいもん合格いいみたい最近優しいみたい